NGT48 ファーストアルバム詳細大発表特別生配信スタート。生配信いっぱい練習したのに噛んじゃった。噛んだ、噛んでたね。はい、というわけで皆さんこんばんは。こんばんは。本日進行役を務めます NGT48 キャプテンのみゆみこと内崎みゆです。よろしくお願いします。よろしく。ありがとうございます。はい、というわけで本日は NGT48 ファーストアルバム詳細大発表特別生配信ということで NGT48 劇場からメンバー23人全員でお届けしていきます。よろしくお願いします。こんばんは。はい、みんないます。それでは一人ずつカメラに向かって自己紹介をお願いします。レイニャーさんからどうぞ。はい、レイニャーこと聖樹玲奈です。よろしくお願いします。レイニャー。はい、あゆ太郎こと中村あゆかです。よろしくお願いします。あゆた。はい、安藤ちかなです。よろしくお願いします。ちかな。はい、ことねこと西方まいなです。よろしくお願いします。はい、本間ひなとです。よろしくお願いします。ひなた。はい、はるるんこと小声はるかです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、中井理香です。よろしくお願いします。姫。はい、ななみこと大塚ななみです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、つぐみんことぐまつぐみです。よろしくお願いします。イエーイ。みはちゃんことならみはるです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、西村ななこです。よろしくお願いします。イエーイ。西村ななこ。はい、古澤まなです。よろしくお願いします。あおちゃん。はい、あおちゃんこと古田葵です。よろしくお願いします。あおちゃん。はい、曽我部ゆめです。よろしくお願いします。あおちゃん。はい、津島ゆな子です。よろしくお願いします。イエーイ。なって。はい、マッシーことマシモカホです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、佐藤かいりです。よろしくお願いします。かいり。はい、ヤヒコことモラーシーナトです。よろしくお願いします。はい、三村ひのです。よろしくお願いします。三村ちゃん。はい、サイアンこと川越さやです。よろしくお願いします。サイアン。はい、ゆうちゃんこと富永ゆうです。よろしくお願いします。ゆうちゃん。はい、寺ひなこと寺田ひなです。よろしくお願いします。はい、というわけでこちらの23人でお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またですね、こちらでは皆さんからのコメントも読めるようになっていますので、ぜひたくさんコメントしてください。お願いします。よろしくお願いします。今どんな感じですか？あー、そうですね、全員可愛かった。お、可愛かった。優しい、優しい DD。 それとひのちゃん自前のさ、はい、やつなんでしょ？そ、あ、そうです、そうです。すごい。さっき焦ったマネージャーさんと誰かタブレット持ってる人よかった、日野が持っててくれて。ありがとうございます。はい、こちらでコメント拾っていきますのでコメントしてください。というわけでちょっとね、もう早速なんですが、今日は本当にたくさん発表することがありますので、本日のメインイベントに行きたいと思います。それでは行きます。ファーストアルバムに関する大切なお知らせ。こちらは6月29日に発売する NGT48 ファーストアルバムの情報をどんどん発表していくコーナーです。おー、それではじゃあ早速いきますね。はい、はい、まずは肝心のアルバムのタイトルから発表していきたいと思います。 お願いします。じゃーん。おー、じゃーん。というわけで、ファーストアルバムのタイトルは未完成の未来に決定しました。はい、未完成の未来というタイトルになっています。そしてですね、先日の配信でもお話ししましたように、はい、今回のリード曲は23人全員で歌っています。こちらのリード曲のタイトルも発表させていただきます。ーリード曲のタイトルはしそうでしないキスでーす。キス？そんなしそうでしないキス？しそうでしないキスです。そんなリード曲を含めた今回のアルバムの、どんな作品かという方はこちらです。はい、NGT48 結成7年目にして初の
あの、ファンの皆さんにはしっかり見えてると思います。またちっちゃい声、はい、初のアルバムがリリースされます。おかしいでしょ。デビューシングル青春時計から最新シングルポンコツな君が来たまでの静かに言っていただけますかね。すいません、ありがとうございます。全身が思ってた、思ってた、思ってた、遠回しに。いやいや、説明させてください。説明してください。すいません、すいませんね。はい、ちょっと今回のアルバムについて説明させていただきます。はい、デビューシングルの青春時計から最新シングルポンコツな君が好きだまでの全シングルタイトル曲やグループを象徴する楽曲として大切に歌い続けられてきた MAX 時315号、緑と森の運動公園などの代表曲も収録しています。嬉しい。はい、そして表題曲しそうでしないキスには在籍メンバー23名が参加し、デビュー曲青春時計でセンターを務めた1期生の中井理香さんと、6枚目シングルオーサム、7枚目シングルポンコツな君が好きだで2作連続センターを務めた2期生の大越遥ちゃんのダブルセンターとなっています。はい、はい、こちらのリード曲しそうでしないキスのミュージックビデオは佐渡で行いました。また今回 NGT48 が佐渡観光応援公式サポーターに就任することも決定しています。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで、先ほど初めてアーシャが公開になりました。アーシャ見たい、はい、もう一度公開できますかね。アーシャ見せて、はい、こちらがアーシャのよりになっております。よりです。はい、よりです。すごい切り取られてます。すごい切り取られて、だいぶ減ったじゃん。おーおーおお。はい、今回新衣装を作っていただきました。かわいい、かわいい、かわいい。こちらはですね、 NGT48 の初めての衣装となる時衣装をこう新しくリメイクした形の新時衣装となっています。なるほど、時感ある。リカさん、今回このアーシャ公開されましたが、はい、どうですか。え、でもなんかあのあれですよね、また大自然の中でみんなでね。はい、そうなんですよ。またいのよ。サダの景色めっちゃ綺麗だったじゃん。そうなんですよ。で、あのこの皆さんに見せてるアーシャはすごい奇跡的に綺麗に撮れてる瞬間を切り取ってるんですけど、めっちゃ風強くて。いや、本当ですね。で、なんか山と山の谷の狭間みたいなところで撮ったんですよ。はい、ね、撮ったよね。はい、撮りました。谷で撮って、そしたらなんかもうその谷の風がすごくて、みんな前髪をガチガチに固めて頑張って撮ってるので、はい、その頑張ったアーシャね、ぜひ皆さんたくさん目に焼き付けてください、うん、見てください。ちょっとね、そんなアーシャ撮影時のエピソードがあるんですよね、ひのちゃん。はい、あのちょっとアーシャって今回ちょっと真面目に撮ってくださいって言われたんですよ。クールな感じ、ちょっとね、真剣な顔で撮ってくださいって、ただ一人だけずっとちょっとあの笑わないでくださいって言われてる子がいて、佐藤海里さん、すいません。なんか笑ってたら注意されてしまって、でそうだよ、監督になんか、でも何度言われても治らなくて、本当になんでなんで、わかんない、なんか笑っちゃって。自覚なし。自覚なかったです。怖っ。どうですか、ちゃんと完成された海里はどう、みんな笑ってない、笑ってない、まだ笑ってない、笑ってない、いやでも笑ってるよ、笑ってますかね、一人だけニヤニヤしてない。そうなんですよ、ちょっと緩んでる、なんか頬の筋肉なんかやばい。緩んであれば大丈夫。はい、頑張ったね。はい、頑張りました。はい、というわけでここからはタイプ別のジャケ写と収録内容を発表していきたいと思います。まずは通常版のタイプ A がこちらです。はい、はい、こんな風なジャケ写になっております。タイプ A には新しくリード曲で全員が歌唱している思想でしないキス、そして今回は季語との楽曲が収録されることになりました。ありがとうございます。はい、タイプ A には1期生の皆さんが歌唱する昨日よりも今日、今日よりも明日、そしてドラフト3期生が歌唱するどうしようもないことが収録されます。はい、じゃあまず1期生楽曲昨日よりも今日、今日よりも明日、こちらはどんな曲になってますか、マリナさん。はい、こちらはですね、すっごいいい曲です。わかる、すごいいい曲です。本当にめちゃくちゃ見える。めえ、またまあ、カピライトだよ、あんたね。ごめん。すごくいい曲で、いい曲だよね。そう、前向けなね、エールソングなので、皆さんに早く聴いていただきたいです。楽しみですね。そしてドラフト3期生のどうしようもないこと、こちらはちかなちゃん、どんな曲ですか。はい、なんか私のこの想像上なんですけど、うん、なんかもう、こう、疲
掴めそうで掴めないみたいな感じのもどかしさがある楽曲になってます。でもこれはあのドラさんでずっと楽曲欲しいねって言ったので、これが叶ってよかったなと思って。嬉しい、皆さんに報告できて、ぜひドラさんの曲も楽しみにしていてください。はい、そしてこちらのタイプ A の DVD には表題曲しそうでしないキスのミュージックビデオと、昨年10月30日にときメッセで開催された荻野ゆか卒業コンサート私をアイドルにしてくれてありがとうの映像から全27曲が完全収録されています。すごい、はい、で先ほどねタイプ A のジャケ写が、出てきたと思うんですけど、こちらのジャケ写は先ほどのアーシャと背景が変わってですね、メンバーみんなでリボンを持っているんですね。はい、先ほどのジャケ写出ますか。はい、こちらです。はい、みんなでリボンを持ってるんですけど、こちらのリボンはですね、メンバーみんなの絆という意味が込められているそうです。はい、みんなでピンク色のねリボンを持っています。カイリ笑ってない？あ、笑ってどうですか、大丈夫ですか、皆さん。ちょっとカイリちゃんチェック入ります。すいません、お願いします。大丈夫ですか。大丈夫です。これは大丈夫です、はい、いや笑ってますね。あれ？笑ってますか？笑ってますか？口角上がってる。アーシャ、ジャケシャ、共に半笑いです。半笑いです。はい、それでは、はい、じゃあ通常版タイプ B の方を見ていきましょう。タイプ B こちらです。はい、通常版タイプ B には新しくタイプ A と同じくリード曲のしそうでしないキス、そしてこちらには2期生が歌唱する自然渋滞、そして本間ひなたさんのソロ曲好きなんてが収録されます。ありがとうございます。はい、じゃあまずは2期生楽曲の自然渋滞、こちらはどんな曲ですか、ななみ。はい、この曲はもうめちゃくちゃ盛り上がりそうな曲なんですけど、以前2期生はドロンジェラシーという曲をいただいていて、ドロンジェラシーの歌詞って結構癖のある重めな音程の場合は歌詞だったんですけど、今回の自然渋滞の歌詞も結構癖のある女の子の、はい、歌詞になっているので、そちらも注目して楽しみにしていてください。楽しみになる。そして日向さん、ソロ曲、はい、好きなんてどんな曲ですか。はい、今回いただいた好きなんてという曲は、本当に純粋で可愛らしい声の曲になっているんじゃないかなと思います。なので早く皆さんに聴いてもらいたいです。はい、こちらのねタイプ B には何かがいるだったりとか、絶望の後でとか、日向さんのセンター曲もねたくさん入ってるので、ぜひ楽しみにしていてください。そうなんです。何かがいるが収録されたのがすごく個人的には嬉しいです。うん、ありがとうございます。はい。そしてこの通常版タイプ B の DVD には表題曲しそうでしないキスのミュージックビデオと、昨年10月30日にときメッセで開催した NGT48 単独コンサートの映像から全29曲が完全収録されています。はい、そして先ほど映りましたタイプ B のジャケ写はメンバー半分が映ってます。メンバー半分、はい、タイプ B に映ってるメンバー手を挙げてください。はい、今私手挙げちゃった、間違って、タイプ B じゃなかった。指は映ってないです、ね、映ってないです。タイプ B じゃないです。タイプ B の人、タイプ B、 はい、タイプ B、 はい、こちらのメンバーがタイプ B のジャケ写に映ってます。撮影時のエピソード何かあったりしますか。はい、この時結構斜面傾斜がきつくて、うそうだね、撮った時が確かに結構顔澄ましてるんですけど、実際落ちるのめっちゃ我慢してそうなんだ。確かに、あとすごい風が強くて、そうそう、これもね風強かったよね。ここも強かった、なんかさあやさ髪の毛やばけ私見えてるよね。すごいなびいてるんですけど、そう、ね、風の強さ、ね、結構私やばくないですか。顔バチコーン出てる。確かに、確かに、マナの前髪が出ますね。やばって何、すごいバチコーン出てるよ。本当に風が強い中撮影頑張りましたよね。このカメラめっちゃ前髪綺麗。本当だ。なんで、全然なんで、何したの。なんか佐渡に行った時にすごいスプレーがあったんですよね。なんかそう、メンバー共通のすごいスプレーがあるんだよね。それでもすごい固めてかけたらちゃんとなりました。すごい。すいません。あとタイプ B の撮影の時に風が強かったので、津島ひなことか曽我部夢とか両面テープで前髪止めてた。そうそうそう。
そう、ね、だからびっくりした、すごい確かに綺麗、絶対に髪の毛を飛ばさないようにもう本当に飛ばしたくないところに両面テープ貼ってました。前髪両面テープ、すごい執念、みんな拡大して探しちゃうから。両面テープ探したからね、さすがに修正されてるよ。はい、こちらがタイプ B のジャケ写となっています。、うん、続いて劇場版のジャケ写と収録内容はこちらです。はい、はい、劇場版はこんな感じになっています。はい、劇場版にはタイプ A、タイプ B と同じくリード曲の思想でしないキス、そしてこちらにはクラウディークラウディーが歌唱する片思いのままじゃ終われないが収録されています。リカさん、こちらクラクラの新しい楽曲、はい、どんな感じですか？そうなんですよ、はっきり言ってほしいにね加えてまた2曲目もいただいて、すごい可愛い曲で、ーガールズポップなちょクラクラにぴったりな曲になってるので、はい、ぜひ皆さんたくさん聴いてください。多分女の子もすごい好きな感じだと思うので、盛り上がるいい感じの曲です。はい、楽しみにしていてください。すごい可愛い曲になってます。そして DVD には表題曲思想でしないキスのミュージックビデオとミュージックビデオのメイキング映像、そしてメンバーが撮影したオフショット映像が収録されています。こちらはね、その MV 撮影中だったりとか休憩時間にもねメンバーがカメラを回して撮影した様子が映っていますので、皆さん楽しみにしていてください。はい、楽しみ。それでは劇場版のジャケ写、先ほど映りましたがこちらに出てる方、手を挙げてください。はーい、私こっちでした、ごめんなさい。こっちにいました。はい、こっちにいました。この時の撮影のエピソード、何かあるメンバーいますか？いや、あのさ、すっごい寒かったじゃん。寒かったですね。あの写真見てくれたら分かると思うんだけど、はい、すっごいふくらはぎギュンギュンだった。こっちも結構傾斜は強かったですよね。さっきさ、前に、前だったじゃん。前でした、うん、私たち、あの、右なの、横でしたね。すごい、そうなの。すごい片足だけ踏まっちゃう。そうなの。だからもうさ、ほんとスタッフさんがそのベンチコートを持ってきてくれて、撮影始まったら脱いで、撮影の合間にまた来てみたいな、繰り返してた。そう、スタッフさんも忙しかったよね。私たち直せてきて、でもほんと綺麗だね、景色。いや、ほんとに超綺麗、すごい綺麗でした。緑くて青くてね、青くて青くて、緑くて青くて。はい、こんな感じの全3タイプのジャケ写を公開させていただきました。はい、続いては先日の配信でも発表しましたが、通常版の初回プレス版の特典の発表です。こちらとなってます。はい、NGT48 メンバー生写真ランダム1枚封入、ランダムだ。そして CD ショップ別購入者特典生写真もあります。はい、そして続いて劇場版発売記念イベントの詳細はこちらとなっています。はい、こちらはこんな感じの日程となっています。え、今日さっき受付が終了したところなので、はい、次、はい、第10次受付の詳細が発表された時にはぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、お願いします。お願いします。はい、というわけでちょっともうここまですでにいろいろと発表してきましたが、はい、盛りだくさんでしたが、なんとここでですね、はいはい、メンバー23名が参加したリード曲思想でしないキスの音源を一部ここで解禁したいと思います。いいんですか？いいんです、ちょっと一部ですが解禁させていただきたいと思います。ちなみにこちらの楽曲はどんな曲ですか？じゃあダブルセンターのリカさん。私か。はい。え、すごい、でもあのちょっと大人めな、うんうんうん、なんかあんまり表題とかでは見せたことないような表情をみんなしてる感じの曲なので、うんうん、でね、あの本当レコーディングの時とかも大人な感じで歌ったので、うん、ぜひそこを注目して聴いてください。はい、それではじゃあもう一人のセンターのはるちゃん、曲振りをお願いします。はい、はい、それでは聴いてください。しそうでしないキス。しそうでしない、あなたのキスはどう落ち着かず思わせぶりで、ねえどこへと飛んでゆくの、目を閉じたら唇が触れた、どうすればいいのかわからずに動けなくなったよ、恋をする人間の行動なんて分かってると高くて自分
皆さんに聞いていただきました。コメントはどうですか？いやみんなすごい、いやちょっとあの画面がうるさかったので。あそうだね、みんな音楽ちゃんと聞いてるかな、聞いてたかな。生演奏あったからね。そうそうそう、あ今までにない感じとか、カラオケの難易度高そうとか。確かに難しそう。確かに確かに確かに。でもこれで歌っていいってことだよね、一番までは。そうですね、一番までは。もうショールームで我慢しなくても。はい、すごいわかる、歌って大丈夫です。何回我慢したことか。はい、でもね、皆さんには本当早くフルで聴いていただきたいので。ちょっともうちょっとだけね、はい、まだ1番は歌って大丈夫です。はい、よかった。はい、というわけで皆さんフルの解禁の方も楽しみにしていてください。はい、はい、ちょっとじゃあもう皆さんね、ちょっと興奮冷めやまぬままだと思うんですけど、続いての発表をしたいと思います。まだあるんですね。はい、まだあります。続いてはこちらです。じゃんじゃんはい、テニーテレビ新潟さんで毎週月曜日に放送中のロッチ ×NGT48 のアイドルってなんだでアルバムヒット祈願としてサドロケに行ってきました。はい、そのロケの様子が来週再来週と2週にわたって放送されます。こちらのロケに参加したメンバーは誰ですか？はい、こちらの4人となっています。なんとね、ロケの様子の写真があるみたいなのでちょっと見てみましょう。見たい。じゃん。わあ、サドッキー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 、かわいい。みんなサドッキーのポーズしてるの。あ、そうですね。サドッキーの真似してます。中岡さんとシミラルックみたいになってる。確かに。すごい似てる。あれ？サドッキーが。サドッキー。もう一枚写真があるみたいですね。はい。わわ、あ、すごいいい写真。サドッキーだ。え、サドッキーいました？いました。サドッキーいないよ。サドッキーじゃないよ。中岡さんだよ。やめてください。ちょっと混同してね。いやだけどね、ポーズも似てるけどね。そうですね。でもすごいなんかお天気にも恵まれたみたいで。そう、すごい。2日間行ったんですけど、2日間ともすごいいい天気でしたね。なんか満喫してるじゃん。なんか羨ましいと思うじゃん。そう。めっちゃ辛いこともあったよ。どうなの？そうなんですね。だからぜひね、放送楽しみにしてね。はい、こちらの来週再来週と放送予定になっております。皆さん楽しみにしていてください。楽しみ。はい、というわけで今回ですね、ここからはそんな佐渡に関する企画をやっていきたいと思います。題してじゃーん、佐渡に行きたい未完成未来日記プレゼン大会。おー、未来日記なんだ。はい、こちらは先日ヒット祈願ロケで佐渡に行っていないメンバー数名に、私が佐渡に行った未来で待っていることを妄想で考えてもらい、手書きのイラストやキャッチコピーなどでプレゼンをしてもらう企画です。佐渡ロケに参加した先ほどの4人のメンバーと私で審査員役として1人1票、次の佐渡ロケに行くべき人を投票していきます。そして最も多く票を獲得した人には次回佐渡ロケに本当に参加する権利が与えられます。すごい。ちょっとね、佐渡に行きたい方はぜひ頑張っていただきたいんですけど、いい今回プレゼンに挑戦するメンバーは手を挙げてください。はい、お願いします。はい、こちらの8人が今回プレゼンに挑戦していただきます。はい、皆さんにはですね、プレゼン30秒ぐらいでやっていただきたいと思います。はい、なのでこの30秒間で佐渡への熱意を存分に伝えてください。はい、それではじゃあもう早速いきましょうか。じゃあ、1人目はレイニャーさん、お願いします。はい、それでは立って発表お願いします。はい、すごい元気。はい、それではレイニャーさんの未完成の未来日記プレゼンです。どうぞ。じゃん、私は佐渡に行ったら佐渡の王子氏と一緒にコラボで共演できたらなって思うんですけど、私佐渡の王子氏に顔も似てますし、確かに。私佐渡ではタライ船に乗ったことがあって、タライ船運転できます。すごい、すごい、すげえ。佐渡のお寿司大好きです。おー、佐渡のお寿司が食べたいです。佐渡のお寿司は食べたいことしか決まってこない。王子氏は、王子氏は、王子氏の顔
最後にね、ねじ込んできましたけど、どうですか ?30 秒の間に伝わりましたかね、皆さんね。なんかお寿司が食べたいことはよく伝わる。伝わりましたね。美味しいお寿司食べたい気持ちも大事かなって。確かに。大事だね。じゃあ、どんどん行きましょうか。はい、では続いて、チカナ、お願いします。はい。はい、準備はいいですか?はい、大丈夫です。それでは、チカナの未完成の未来日記プレゼンです。どうぞ。はい、私はこちらです。佐渡で、自分で魚を釣ったり貝を取ったりして自分でさばいて、うん、お寿司を握ったりとかしたいなと思ってます。その様子を YouTube とかで公開して佐渡をどんどん広めていきたいなって思ってます。ぜひよろしくお願いします。おー、あ、時間終わっちゃった。佐渡に行きたい。お願いします。佐渡大好き。後ろやかましいな。はい、というわけで30秒でした。後ろがやかましいな。すごい、絵上手。本当ですか。上手、わかりやすい。すい寿司を握るって書いてある。すごい。ちょっとやっぱお寿司人気ですね。みんな佐渡に行ったら美味しかったですね。自分でさばきますから。わー、それは強い。自分でさばいてこそ美味しいと思うので、その様子をさらに YouTube とかで公開できたらいいなと思います。考えてるね。力にしかできないことですからね。ありがとうございました。ありがとうございます。それではじゃあ続いてカホ行ってみましょう。はい、マシモ行きます。よろしくお願いします。それではじゃあカホの未完成の未来日記プレゼンです。どうぞ。はい、私この佐渡の MV 撮影に行った時にめちゃくちゃ動画撮ったんですよ。本当に頑張ってたから。映像は本当にみんなの動画めちゃくちゃ撮ったので、なんかもう一回、はい、こんな感じでなんか、よく来て。じゃあ、聞いてください、話を。景色が綺麗なので、この景色とともにこう、チカナがなんかさばいたりとか、レイニアさんが大獅子してるところとかを動画を撮って、聞いてください。指人形みたいな可愛い絵ですよね、これ。可愛い。ちゃんと最新の携帯持ってるんで。タピオカのやつね。そう、タピオカの髪の毛全部カチューシャみたいになってるけど。あ、これリカさんなんですけど。リカさん、ハゲてない。ハゲてないです。ありますよ、髪。ハゲてない。ハゲてなんかレイニャーもさ、チカノもさ、うまかったからさ、突然なんか。ちょっとね、画力が。いや、天気いいし。いや、景色の綺麗さがあんまり伝わってこない絵ではあったんですけど。いや、それはやっぱり行ってお楽しみっていうこと。あ、行ってお楽しみね。いや、いいですね。ありがとうございました。なるほど。それないとわかんない。では、続いて、ヒノ、行ってみましょうか。すごそう、すごそう、すごそうだね。はい、それではじゃあヒノの未完成の未来日記プレゼンです。どうぞ。はい、やっぱり佐渡と言ったら、あれあるじゃないですか。何ですか。忘れちゃいけない、海ですよ。めちゃくちゃ綺麗だったじゃないですか。まあちょっと三村ヒノとしましてはですね、その綺麗な海をバックに、まあ歌いたい。ですから皆さんまだ決まってないですからね。はい、ありがとうございました。では続いてサーヤ行ってみましょう。はい、この後しんどい。めちゃめちゃしんどいです。この後行くの。それではサーヤの未完成の未来日記プレゼンです。どうぞ。はい、私はですね、佐渡に行ったらやりたいことがありまして、たらい船が有名じゃないですか。なのでたらい船に乗りながら、ちょっとギターだと大きいので、ウクレレでリード曲を歌うっていう弾き語りをしてみたいですね。めっちゃいいよ。たらい船って海の上なので、ちょっとバランス悪いかもしれないんですけど、ちょっとそこに負けないようにこう弾き語りしたいなって思ってます。めっちゃいいじゃん。ヒロも一緒に乗ったりとか。はい、ヒロもありがとうございます。はい、すごいぴったりでしたね、30秒間ね。よかった。いやありがとうございます。では続いていってみましょうか。はい、では続いては
つぐみさん、はい、お願いします。いきます。ちょっとプレゼンがあるのでみはるちゃんにマイクを持ってもらいながらプレゼンします。おお、すごいガチだ。すごい、ここすごい、この3人みんなプレゼンすごいもんね。はい、頑張ります。はい、それでは準備はいいですか。はいはい、それではつぐみさんの未完成の未来日記プレゼンです。どうぞ。はい、私のプレゼントはこちら。プレゼントプレゼンでした、すいません。佐渡カフェに行きたいということで、佐渡にもね、可愛いカフェがいっぱいあるんですよ、うん、それね、いつもよくカフェを載せるんですけど、うん、じゃん、いつもカフェを載せるとファンの方が私をね、胃袋をお揃いにしてくださるんですよ、うん、早い方だと載せた翌日にも行ってくださる方もいて、そう、つまりそうなることによるとじゃん、佐渡へ渡る人が増えるということで、うん、さらにそれがあることによって私のインスタが更新されます。大事大事だわ。つぐちゃん全然更新しないから。そうだよ、かわいい。いや、これはね、レアだね。かわいい、更新されます。なんかめくりやすいように角折ってるのめっちゃかわいい。すごい、しっかりプレゼン準備してきてくださって。ありがとうございます。なんか CM で使われそうな字してるね。かわいいですね。字かわいいよ。なんか一石二鳥の蝶、ちょっと怪しくない？あれれ、どうですか？あれれ、あれれ、ちょっと本間ジャッジ入ります。どうですか？あ、隠してる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 。かわいい。一石二鳥というわけで、つぐみさんのプレゼンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いてみはるさん、行ってみましょう。じゃあ私もガチでやるので、ちょっとマイクをつぐみちゃんに。楽しい、持ちつ持たれてね。はい、頑張ります。大丈夫ですか。それではみはるさんの未完成の未来日記プレゼンです。どうぞ。はい、奈良みはるがプレゼンするのはこちら、トキさんをというところなんですけれども、トキさんを、じゃあ NGT48 のメンバーへ、どういうことなんでしょうか。まあ初代から NGT48 はトキ衣装っていう、皆さんがご存知の衣装もありますよね。はい、はい、で今回のリード曲も新トキ衣装ということで、トキさんがモチーフになってるところもありますので、あの、大変いつもお世話になっておりますので、深い関わりのあるトキさんをぜひ特別メンバーに。3期生トキをメンバーに。3期生。そうです、そうです、そうです。トキをメンバーにってこと。はい、そうです。そのために佐渡に行かせていただきたいなっていう。スカウトってこと。トキ、あいつ歌って踊れるかな。はい、マイク持てるかな。大丈夫だと思います。あいつ歌って踊れるかな。はい、3期生と一緒にレッスンしていただいて、メンバーにっていうことで。なるほど、すごいメルヘンです。どうしよう、センターとかになられて。大変じゃん。フォーメーションすごいから、私らが合わせなきゃいけない。大変ですね。どうしたの。その時にはじゃあみはるさんに責任を取っていただくということで。はい、ありがとうございました。それでは最後、ななこさんのプレゼンお願いします。じゃあみはちゃんに持っていただきまして。なんかまともそう、みはるの後だから。私もまともだったから。はい、それでは準備はいいですか。はい、それではななこさんの未完成の未来日記プレゼンです。どうぞ。はい、佐渡といえば海です。私、長野県出身なんですけれども、長野県出身です。ヤシの海、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 ヤシの海。長野県の私はどういうことが起きてるかというと、海に飢えている。私は海に飢えております。私が、佐渡でやりたいこと、傷続きだからね。お酒の発信がしたい。お酒大好きだから、美味しいお酒いっぱいだからね。で、私が佐渡行ったら何ができるか。私は中井理香ちゃんからこんなニックネームが、尺奉行。私は尺大好きで、尺を守って、あの、MC 頑張ります。ロケで一緒に引っ張っていきたいと思います。私、あの、本当に皆さんのことを引率いたしますので、何卒皆様よろしくお願いします。まだ時間があるんですね。駅伝の話もできます。もう終わってます。終わってます。駅伝はいいよ。ありがとうございました。というわけで、じゃあ全員のプレゼンが終わりましたが、審査員の皆さんいかがでしたか。いや、でも後半にかけてね、どんどん良くなったというか。確かに、一番ってやり直したい。でも正直、いや、一回勝負なんで、こちら。でも何回もね、変えてたりして。そうだね、メンバーそれぞれ工夫されていましたね。それではじゃあジャッジしていきましょうか。はい、私が今から一人ずつの名前を言っていきますので、皆さんは次のサドロケに行くべきだと思った人の時に、一人一回ずつ挙手をお願いします。一人一回ずつか。はい、一回でお願いします。それではまず、レイニャンさんのプレゼンが良かったと思う方。想像してみて、面白くない？なんか私とおじさん、あれ、なんか誰も手を挙げてないみたいなんですけど。見たい。あ、じゃあ
続いて、つかぬが良かったと思う方。どうですか？ちょっと、あれ、いないですね。大変だからね、寿司握るの。そうですね、確かに。じゃあ続いて、カホのプレゼンが良かったと思う方、手を挙げてください。なんかちょっと絵下手だしな。いないですね。あれ？途中じゃ髪の毛だしな。みんな写真撮れますよ、私。では、じゃあ、ヒノが良かったと思う方、手を挙げてください。絵が良かった。あれ？絵は良かったけど、誰も手が上がらない。では、サエが良かったと思う方、手を挙げてください。あ、リカさん。あ、マナも。あれ？まだ審査員でしょ？違うんですか？聞いてました？勝手に参加！ありがとう！話聞きなよ！審査員じゃない、だから手上げなかったの、みんな。あの、そうだよ。いいですか、審査員はサドロケに行ったメンバーなんですよ。やめて。嬉しい。なんかいいなと思って。でもね、マナの愛情の票が入りましたね。はい、でもリカさんが1票入ったということで、ありがとうございます。めっちゃいいと思う。ウクレレ弾いてほしい。ね、弾きたいですね。ありがとうございます。はい、それでは続いて、つぐみさんが良かったと思う方、手を挙げてください。はい。ゆうちゃん、あ、私もちょっと手を挙げさせていただきました。はい、ゆうちゃん選んだ理由は、はい、私、あの、いつもラーメン部でラーメン食べてるので、あの、カフェ、あの、NGT のなんだっけ、新潟スイーツ部、あ、そう、スイーツ部としてちょっといいなって。そしたらスイーツ部で行く。ちょっと、じゃあ私も別にラーメン部はいいかな。え、ゆうちゃんはじゃあラーメン部をタイムしたいというか。違うね、あれ、そうよ、ラーメン部で在日店に入ってもらおう。論点がずれちゃうので、続いていきますね。それでは、じゃあ、みはるさんが良かったと思う方、手を挙げてください。みはるも良かったよね。お、はるちゃん、はるちゃんは、理由ありますか？理由は、なんだろう、はるか村公園でいつもお世話になってるので、そこなんですか？そこなんかね、そういうことね。そういうのある。理由地表です、理由地表。理由地表です。でも、はるか村さんみたいに、そのままはるか村じゃなくていいかな。そうなんです。ユージ評価先輩への太鼓持ちがすごい。すいません。いや、でも、あの、本当にトキという発想が、その、素晴らしいなっていう風に思ったからで、必死じゃん。もう遅い、もう遅いです。遅いです。いつも遅いです。はい、というわけで、じゃあ、ななこさんのプレゼンが良かったと思う方、お、マリナさん、これもおつぼねのあれだ。おつぼねの友情ですか？でもやっぱり誰も良かったんだよな。しっかりしてるかなって。その申し訳程度のヤシの実もいいよね。そうそうそう。でもなんかね、嬉しい、ぶら下がってる。そうだね、発信力があるかなと思ったので。確かに、そうですね。ナナコにしました。ありがとう。はい、というわけで、ちょっとみんな手を挙げ終わったということで、今回、次回のサドロケに参加する権利が与えられる人を発表します。最も多く票を獲得したのは2票でつぐみさんです。やったー。つぐみがいけるってことは、スイーツ部でいけるってこと。そう、やったー。スイーツ部でいけばいいじゃん。やったー。ゆうちゃんも喜んでるけど、やったーって言ってる時期。スイーツ部じゃないよ。あれ、しかももうサド行ったでしょ。あれじゃん。はい、つぐみさん、佐渡に行けることになりましたが、いかがですか？ちょっと、これはちゃんとインスタを更新しようと思います。ぜひぜひ。よかった。はい、観光応援公式サポーターとしてしっかり配信していきましょう。ということで、以上、佐渡に行きたい未完成の未来日記プレゼン大会でした。はい、というわけで、ここまでプレゼン大会とっても盛り上がってきたんですけれども、続いてはですね、ある動画が用意されているそうなので、みんなで見ていきたいと思います。じゃあね、あおちゃん。はい。では V 振りをお願いしてもいいですか？また市長か。誰でしょう。それでは VTR どうぞ。新井りりの17歳、群馬県出身です。大好きな NGT48 の曲を大切に歌っていきたいです。よろしくお願いします。イソベルは15歳、新潟県出身です。元気いっぱい、笑顔いっぱいで頑張ります。応援よろしくお願いします。北花江、18歳、神奈川県出身です。これから努力を惜しまずに一生懸命頑張りますので、応援よろしくお願いします。
新潟県出身17歳高校3年生の北村優派です。大好きな NGT48 に加入することができてとても嬉しいです。早くファンの方々にお会いできることを楽しみにしています。よろしくお願いします。木本優奈、18歳、新潟県出身です。初めてのことばかりで不安がたくさんありますが、たくさん努力して皆さんに元気を与えられるようなアイドルになりたいです。よろしくお願いします。千葉のゆき、18歳、新潟県出身です。歌とダンス両方できる王道アイドル目指して頑張ります。よろしくお願いします。水津夏樹、18歳、千葉県出身です。何事にも全力で取り組み、新潟の良さを発信できるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。長野県出身、16歳、杉本萌です。初めてのことだらけなんですけれども、一生懸命頑張って誰かの明日のモチベーションになれるようなアイドルになりたいです。よろしくお願いします。鈴木リリカです。新潟県出身、13歳です。〇〇と言ったら私とか、物を見て私のことを思い出してもらえるような個性があって、唯一無二でオンリーワンのアイドルになりたいです。よろしくお願いします。長野県出身、高校3年生、17歳の中島ひかりです。 NGT48 に入って新潟県のことをたくさんアピールできるような元気で明るいアイドルになれるよう一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。ハセスモモです。東京都出身、高校2年生16歳です。初めてのことばかりですが、たくさん努力して皆さんの期待にお応えできるように頑張ります。よろしくお願いします。南川遥です。17歳、千葉県出身です。新潟のことをいっぱい勉強してたくさんアピールできるように頑張ります。よろしくお願いします。はい、というわけで昨日正式に NGT48 に加入することが発表された3期生12名からのメッセージ動画でした。フレッシュ、フレッシュでしたね。皆さん本当に果汁出てきそうすごいフレッシュ絞りたい、はい、改めてね、NGT48 に加入してくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。可愛い子ばっかりでね、本当そうなんですよ。今いるファンの人が流れないか心配だから、心配ですね。コメントでも、あ、コメントどうですか。コメントでも3期生しか勝たんとか言ってた。ちょっと名前読み上げてさ、誰危ない危ない危ないよね。でも本当にこれから一緒に活動できるのをすごく楽しみにしていますので、うん、はい、一緒に頑張りましょう。頑張ろう。見てるかな、見てるかな。そう、あとでも年齢が本当にみんな若くって、そうだよ、ね、びっくりしちゃった。私なんか食らったもん、若すぎて13歳とか言ってる。そう、13歳とか言ってるんですよ。ちょっとマリナお姉さんの目がシパシパしてきましたまばたき多めになってきたから。もう13歳の子と13歳離れてるんですよ。一回り以上、一回り以上、もう悲鳴出てるよ。やばかった今。大丈夫、まダメだよね。ちょっと一緒に公園とかバテるよね。大丈夫かな。ちゃいや、あとね、でも寺ひなと同い年のメンバーがね、今回加入するんですよね。すごい嬉しいですね。そこが最年長なのかな。そうなんです。3期生の最年長が寺ひなと同い年なので、嬉しいね、同い年のメンバーが来るの。今、若かったのでめっちゃ嬉しい。仲良くしてください。あー、楽しみ。でも私たちにもあの時、ああいう時があったんだ。あったよ。そうですよ。入した時、13歳、12歳とかでもすぐ見るんじゃね。そうだ。あおちゃんとかはどう？お姉ちゃんになるよ。あの、ついに最年少の称号を引き渡す。あー、そうだね。なんか、たくさんファンの方の、あのコメントとか見ると、うん、青ちゃんの方が子供っぽいって言われるんですよ。確かに、確かに。いつまでも最年少だよ。え、ちっちゃいもんの自己紹介どうなるの？最年少が何番目のって言ってるじゃん。確かに。あれ、お手元でもやってるから最年少が23番目のって言うから。どんどん増えて、次30番台になっちゃう。どうしよう。最初は37番目だって。大変だ、大変なんだから。
はい、というわけでこの3期生のみんなにはもしかしたらファーストアルバムに関するイベントに今後参加してもらうかもしれないということで、皆さん楽しみにしていてください。楽しみ、はい、はい、というわけで3期生からの動画もありましたが、続いての発表に行きたいと思います。続いては、今回の配信番組を記念してファーストアルバム未完成の未来通常版タイプ A、タイプ B いずれかの CD をご購入いただいた皆様に限定特典をプレゼントします。はい、まず特典その1はお名前入り直筆サイン入りメンバー自撮り生写真です。こちらは希望のメンバーの生写真にお客様のお名前を入れてプレゼントします。はい、そして2つ目、特典2つ目はメンバー個別 CD ジャケットカードです。はい、こちらは希望メンバーのメンバー個別 CD ジャケットカードをプレゼントします。はい、すごい、はい、そうなんです、嬉しい、プロデビューしたみたい。こちらはイメージ画像になるんですけど、こんな感じで個別 CD ジャケットカードをプレゼントします。さらに各メンバー抽選で10名の方に直筆サインを入れてお届けします。はい、めっちゃ欲しい。こちらの特典1つ目と2つ目のどちらか1つを選んでいただけるということなので、はい、皆さん楽しみにしていてください。漏れてたね、あの写真。ありがとうございます。やったー、楽屋の会話やったやったー。はい、そしてですね、さらにこの商品をご購入いただいたお客様の中から抽選で192名の方にメンバーと見るときめっせコンサート鑑賞隊を、鑑賞会をご紹介します。すごい、はい、こちらはあのメンバーと一緒に、まあ、上映会のような感じになっていまして、はい、鑑賞会の会場は NGT48 劇場を予定しております。すごい、はい、こちらの ね、詳細につきましては NGT48 公式サイトをご確認ください。はい、販売期間は明日6月3日金曜日12時から6月12日日曜23時59分までとなっておりますので、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、というわけで特典の発表もありましたが、はい、ちょっとねここでまだ発表があるんです。それではこちらをご覧ください。どうぞ。